うわ、美味しそう、すっごっ。はい、というわけで今回は麺屋三男坊さんにお邪魔しております。今回ね、本当に初めましてのお店で、看板を、てかお店の写真を貼っとくんやけどさ、エビが乗っとるんよ。もう来るしかないじゃん今回ラーメンね、こちらのチャレンジメニュー作っていただいたんです、ん、いただいたんやけど、オマールエビのラーメンなんよ。で、あのラーメンウォーカーさんとかにも載っとったんやけど、オマールエビを食べてるようなラーメンらしいの。めちゃくちゃ楽しみだよね。すっごい、なんかもう見るからにスープドロッドロしとってさ、めちゃくちゃ美味しそう。これが最近できたチャレンジメニューで、今回初めて挑戦させていただけるみたいなので、制限時間内完食できるよう頑張っていきたいと思います。頑張りましょう。スタートまで3秒前、はい、3、2、1、スタート。すごい拍手の音割れをすといただきます。いや、ちょっとさ、見てよこのレンゲ、かっこよくない？金ピカよ。すごくない？エビが乗りすぎてピントがエビに行くもんね。お、映っとう自分が。すっごい、トロトロしてるのこれ。できました。あ、え、すごいですねこのスープ、本当にエビだこれ、すごい。なんだろう、風味はめちゃくちゃエビなのでさ、こんだけドロドロしてるからさ、もっとなんかザラザラしてんのかなと思ったんだけど、口当たりがすっごい柔らかい。スープはさ、すっごいドロドロしてるからさ、ラーメンなんだけど油そばみたいな感覚になる。めちゃくちゃ美味しい。シナチク？シナチク？見てこの色。うわ、え、これだけでご飯が食べれる。え、ちょっとこのラーメン本当に美味しい。うわ、めちゃくちゃ美味しいわ。チャーシュー、この色すごくない？この色めっちゃ美味しそう。すごい分厚いし、お、味濃、美味しい。ワンタン、すごくね、このなんか具の量。き、あ、おいしい。後でもし時間あったら他のラーメン食べたいな。これ天才や、この味が。あれはよ、なんか三男坊さんって、この辛ネギ 20g を今無料でサービスで出してくれはるの。見てこれ、なんかスープの重みで海苔が倒れるんやけど、すごくない？
玉ねぎめっちゃ美味しい。めちゃくちゃ味濃そうに見えるじゃん。濃いんだけど濃すぎない。なんかあの喉乾かないってぐらいって言ったらいいの。あとこれ柚子胡椒。あの三男坊さんってどんぶりの端っこに柚子胡椒つけはるんやって、これワンタン食べたら美味しそうじゃない？おお、マジ？うん。ハイトパリ。あれは確かにこのラーメンはおろしニンニクとかじゃなくてフライドパリとかめっちゃ。混ぜそばみたい、このドロドロさ。でもちゃんとなんかスープはいるくね。吸ってるとかじゃなくて、めちゃくちゃ絡みつくんよ。
飲もうか。全然あの個人的にすごい好きなタイプのラーメンなんで、うん、ただただ美味しかったです。チャーシューすごいですね。味の濃さとホロホロ具合、いや本当美味しかったです。なんかあんだけドロドロしてるスープだけど、なんかね口当たりは優しいし味は濃いんだけど、なんて言ったらいいんだろうな、ちょっとどっかすっきりしてるっていうかさ、なんかすごい なんですかね、片栗粉使ってるんですよ。はい、スープの濃厚さと半々ぐらいで割るんですよ。なるほどね。そうするとあっさり飲めるんだけど、はいはい、すごっ、どっから思いつくんやそんなアイディア。いやーすごかったな、めっちゃ美味しかった。駅からめっちゃ近いんでぜひ遊びに来てみてください。だし、あとは私はあと何回か何十回かぐらいお伺いしたいなと思ってます。めっちゃ美味しかったんで、ぜひ皆さんも美味しいラーメン食べに来てみてはいかがでしょうか。めっちゃ美味しかったです。すごいです。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかったです。